お、なんとかエンジンかかりましたね。バッテリー瀕死な状態ですね。よいしょ。でバッテリーがですね届いたということなんで、ミゲルさんのところまで向かおうと思います。でセルシオのエンジンがかからなかったっていう動画を、まあ、アップしてですね、青森のレジェンドとセンチュリーオーナーの蓮井さんからねコメントもいただきましたけども、まあ、いいバッテリーは急にダメになるみたいなお話でしたけどね、まあ、いわゆるこのセルシオにはですねカオスバッテリーが入ってるんですけども、まあ、4年半持ちましたんでね、まあ、素晴らしいなとは思うんですけども、急に、まあ、元気がなくなったというかね、まあ、そんな感じですよね。車検この間受けたばっかりなんですけども、その時はね全然大丈夫だったみたいなんで、急にこのまあ、まあ夏っていうのもあるんですかね、まあちょっといきなりちょっと元気がなくなったっていうような感じですよね。まあこれで交換してしまえばねまだしばらく大丈夫かなと思いますけども、バッテリーについては、黒のセルシオの方もね1年ぐらい前に、交換したかなと思うんですけども、海外製の1万8000円ぐらいのやつですね、そちらに交換しようかなというふうに思ってます。で黒の方ね、まあ、交換して、まあ、特にね問題なく使えてますので、またね、まあ、安いんでねそちらの方をまた試してみようかなというふうに思います。もう早くやっていただいて、よかった。なんかやっぱかけるときも、はい、昨日も一応なんとかかけて、はいはい、膨れるようにしてきたんですけど、もうギリギリですね。うーんって感じ。だから吹かしてきたんですよ。もうだってあれなんですよ、令和1年なんで、あーですね、結構だから4年半ぐらいは経ってるんですよね、うん、寿命ですかね。なんかでも持つやつは7年とか持つ、うん、そんな持つんですか。そうなんですよ。なんでだ。でも、うん、持たないやつは3年しか持たない。だから個体差なんですかね。そうそう、個体差プラス乗り方。あ、なんか夜しか乗らない人だと、はいはい、持たないですし、あと毎回距離が短かったりすると持たないですし、あれなんですよ、昼間とかのがやっぱ持つんですか。持ちます。え、それはなんで。電気使わないんで。あ、そういうことか。そうそう、ライトとか。そうそう。あ、それは初めて聞いた。そうなんですよ。だから全然人によって違うんですけど、中間持った方だと持たない。まあまあそうですよね。3年ぐらい意外に持ったなって、あ、前と同じやつでしたね、はい。よくリビルトのバッテリーとかも売ってるじゃないですか、はい、ああいうのって持たないですか、まあ、あれも本当物によって違うんですけど、あ、半分ぐらいは普通のバッテリーぐらい持ちます。でもなんか一か八かなんで、うん、なんかお客さんにはあんまり使ってないですね。まあ個体差があるってことだ。台車とかよく使うんですけど。あ、はいはい、まあ台車ならね。あ、まあでも2年ぐらいは持つ。持ちます。すごいですね。なんかいいバッテリーとかって急に来ることがあるっていう。あ、そうそう。あ、やっぱそうなんですか。オッケーです。ありがとうございます。はい、さよならカオス。もそう、まあそうですよね。すいません、お世話になりました。ありがとうございます。よかった、これでしばらく大丈夫ですね。大丈夫です。ありがとうございます。ミゲルさんのところでバッテリー交換終わりました。これでしばらくね大丈夫かなというふうに思います。前回のね、エンジンがかからないという動画で、コメントを
ていただいた皆様ありがとうございました。いろいろですね、情報をご提供いただいたり、ね、まあ、バッテリー以外じゃないかっていうお話も、貴重なねお話もいただきまして、ありがとうございます。まあ、今のところ、まあ、バッテリーで、問題なかったかなという感じなので、また様子見てね、まあ、その他異常が出てくればまたその都度リフレッシュということでやっていけたらなと思います。まあ、これで、まあね、オイルにじみも直しましたし、バッテリーもねこれで買いましたし、まあ、しばらくねまた楽しめるかなというふうに思いますね。はい、またねこの古い年式になってきましたけどね、21年落ちのセレシオ、まあ、それから黒の方もね、20年落ちということで、また何かね、そういうね、まあ、故障事例とかリフレッシュ事例がありましたらご報告をしていきたいなと思います。